問来てた。ラストチャンスガシャ10連ってプニプニを弾きイベントは攻略できますか？結論、運があればなんとかできる。どうやってするか順を沿って説明していく。手順1、Y ポイント10連分確保。手順2、気合で10連で封印ボス特攻キャラ入手。手順3、取り巻きボスを無特攻で倒す。手順4、気合でお弾きレベル10まで攻略。手順5、封印ボスを倒す。以上。それでは実践していく。手順1の10連分の Y ポイントは達成。そして鬼門となる10連での特攻キャラ入手です。さあ重要な10連目。今、イベントの封印ボス特攻キャラである、クローン黒竜とサトバ、ユータが狙いですね。逆にこいつらが当たらないと始まらないです。おお、そんなことを言ってたら、ミジカットイン。これは勝ちましたわ。しかし封印ボス特攻キャラが出る確率は 1.6%。それ以外は 3.2%。確率だけ見ると少し厳しい感じがしますが、当てていきたい。さあ、クローン黒竜。先ほども言った通り、今イベントの封印ボスである、メイダ将軍誘導の特攻持ちです。これにて手順に達成。続いて手順3である取り巻きボス無特攻攻略です。自分はレッドランクダブルゼータランクキャラは全然育ってないので、風神雷神ループで攻略します。亡霊武者以外は攻略達成。亡霊武者にも挑戦したんですが、あまりにも火力が低すぎて断念。まあとりあえず手順3達成。さあ、手順4のお弾きレベル10攻略。事前に電気ドリンクはたくさん集めていたので、とっとと終わらせます。13日から10連で当たったクローン黒竜が特攻強化されていて、めちゃ火力が出て、しかもクロスエンマも持っているので、めちゃめちゃ火力が出ますね。なんやかんやでレベル10攻略。そして封印ボス攻略には欠かせない特攻を持っているバルニャンを入手。手順4のお弾きレベル10攻略達成です。手順5の封印ボス攻略に移ります。封印状況はこんな感じとなっています。お弾き40回倒す封印1と取り巻きボス全体倒す封印5の2つはやっていない感じです。反撃がめちゃ痛いので厳しいかも。決戦の末やっとのことで誘導攻略、誘導を切るまでやっていきます。さあ、やっとのことで誘導ドロップ。必殺技は攻撃力アップとデカプニ生成。スキルはデカプニがサイド降ってくると自分のデカプニを消すと技ゲージが溜まるとなっており、マデラボルトの上位互換でめちゃ強いです。ちなみにドロップするまで2時間ぐらいかかりました。疲れた。いかがだったでしょうか。今回はラストチャンスガシャ10連でイベント攻略してみました。よかったらチャンネル登録、高評価だけでもお願いします。お疲れ様でした。また見てください。みんなも了解ゲットじゃぞ。